こんにちは、こんばんは。ウェザーニュースライブイブニング、この時間も時田瑞希がお送りしていきます。よろしくお願いします。今月アフタヌーンが多かったので、こんにちはが板についていたのか、自然とこんにちはが出ました。こんなことなかなかないですよね。いつもお昼の番組担当した時に、こんばんこんにちはって言うことが多いんですけれども、今月はアフタヌーンとイブニングとムーンがだいたい1対1対1ぐらいの割合で入っていたので、結構お昼の挨拶にも慣れていたのかもしれません。まあ、この時間はこんばんはかな。ここからはですね、アジサイのライブカメラの様子を確認していきたいと思います。こんな感じでまだ日は沈んでいないところが多いので、こんな感じでアジサイも綺麗に見えていますね。日が沈むとさすがにこのライブカメラも見えなくなるんでしょうか。アジサイ綺麗ですよね。ここ静岡県のアジサイの名所なんですけれども、水色、紫、ピンクといろいろな色合いでね、すごく癒される絶景が広がっております。静岡県ももう雨が降り出しているところ多くなっていますけれども、アジサイは雨に濡れてもすごく綺麗ですよね。確かにこのお衣装もアジサイ色ですよね。じゃあこんなアジサイをバックにアジサイ色のお衣装をご紹介していきたいと思います。このアジサイ色のワンピースはアストリア・オディールさんのもの、そしてピアスがフィービーさんのものになっています。これ着てアジサイ見に行きたいですね。傘差しながら、あそこに傘ありました。誰のだろう。スタジオの端に置いてありました。よっジャンプ傘タイプでしたね。あ、いいんじゃないですか。これでアジサイ散歩このアジサイを見に来た通りすがりの人みたいに、いいですね。この梅雨時期にぴったりな爽やかなアジサイ色のワンピース、袖がふわっとしていて前にボタンがついていたり、この腰に取り外し可能なリボンがついていたり、細かいこだわりがたくさん詰まった可愛らしいワンピースですね。この襟もついていてきちんと感もあるんですよ。そう、首元もね締まりすぎなくて爽やかに開いているので、ちょっと蒸し暑い今の時期にぴったりなんではないでしょうか。そしてピアスがフィービーさんのものなんですけれども、こんな感じで留め具のところがキラキラがついているんですよ。あ、というよりは留め具がパールなのかな。そう、これこのキャッチがパールで刺す方がキラキラなんですけれども、この刺す方は角度を変えて縦方向にしてもいいですし、横向きにしてもいいんですよ。日によって使い分けてこのキラキラ感楽しむのいいですよね。ということで、この時期にぴったりな素敵なお衣装とアクセサリーをありがとうございます。衣装紹介の時間でした。